これらの英語の文字を学べば、英語を話せるようになると教えられましたが、それはモジドリフカノデスコレアロエモジノエワアエえ、エエオアワームボロニー、キン、アボカド、アップル、サラダ Anyday じゃじゃん。ジャジャ色を使えば英文字の発音を明かします。発音記号わかりにくいやん。英語ネイティブの人が発音記号を読めないし、これはなんだっけ出せる音はあだけ。English HD の英語カラーフリガナではこの眩しい緑イコールあ。water, genre, lingerie, hot, audio, broad, cough. 色イコール音音イコールアクセントあなたと英語ネイティブスピーカーの唯一の違いは何でしょうかそれはアクセントですアクセントは発音であり発音は音の全てです色で発音を勉強すると教育英語弁ではなく発音がよりネイティブに聞こえるようになります第二の門はあなたの専人です 英語を教えてくれる先生が必要だと教えられてきました。しかし、英語を母国語とする人はみんな先生に出会う前から英語を話していました。2番目の鍵は専人より専人です。 俺は留学生の時教室の中で標準語の教科書を読んでて何をしてますかって書いてったんだけど教室から出て俺のクラスメートが誰かに窓から「おい何しとん!」って声をかけたの悟り開いた俺の教室は現実俺の先生は全員俺の教科書は全員の言ってること毎日関西弁の教科書を読んで一生懸命周りの舞鶴の人を聞いてモノマネしました マイズルの学校の専人よりマイズルの先人から日本語を学びました。だから君は英語ネイティブの専人より英語ネイティブの先人と話して聞いた英語をモノマネしてね。先人は中学校、高校で十分です。これから先人の声を聞いて真似するだけ。英語で困ったら実証を調べた方がいいよ。だからこの動画が終わったら俺のアメリカ英語の辞書を差し上げます。第3の問は教科書です。 あなたは部屋に座って教科書の単語やフレーズを何度も何度も書く必要があると教えられました。しかしネイティブスピーカーは文字を書く前に話す方法を学びました。3番目の鍵は教科書ではなく単語帳です。 俺は留学した時漢字を読めるようになっても日本語で会話することがつらかったよね何にも聞き取れなかったし何にも言えなかったし友達いなかったし頭が痛くなったり大変でしたある日奇跡が起こりました俺の日本語の先生と喋ってて先生が「ほんま?」って言ってたの「ほんまってなんだろうな」と思って教科書に調べたら書いてなかった先生ほんまって何ですかって確認したら「ごめんね」 ででみんな関西弁でしゃべっとるじゃあなんで教科書的な日本語を教えてくれてんの英語の先生から教科書もらうけど英語の1,000人から単語帳もらいます新しい単語やフレーズを聞くたびにフラッッシュカードのデキに入れるべきですそれから一人で練習するときはアクセントにフォーカスして単語やフレーズを大きい声で言ってカードを復習する必要があります そうしてあなたがおそらく考えていることわかります。ネイティブ英語のアクセントで話すのは難しすぎる。実はあなたは学校の先生から教育英語弁を教えられたということです。ネイティブの英語のアクセントは教科書の英語とは否って聞こえます。さてあなたが何を考えているかわかります。 イギリス英語、アメリカ英語、オーストラリア英語。アクセントが多すぎて、全部は覚えられない。心配しないで。幸いなことに習得する必要があるアクセントは、1つだけです。さらに嬉しいのは、好きなアクセントを選べることです。よかったら、カリフォーニアアクセントで話してみませんか正直に言うと、イギリスやオーストラリアのアクセントは理解できますけど、俺が話す唯一のアクセントは、カリフォーニア,アクセントです。 カリフォルニアアメリカンアクセントで話したい場合専任のキ人のカリフォルニア人とアメリカ人と会話してみましょう専任人というのはかなりの量のように思えますが1日に1人の新しい人に会ったとしても1000人と話すには3年かかる可能性があります 3年より早くカリフォルニア人のように英語を話せるようになりたいんですかそこで俺は1000人のアメリカ人と会話する際に使用できるこのアプリを作成しましたアプリの名前は a r a English HD です a r a English HD はカラーシステムでエンコードされたアメリカ英語辞書なのでアメリカ英語をはっきりと見て聞くことができますこのツールを使用すると発音できない単語を調べることができます or English HD は Y 辞書であり A 辞書でもあります。それだけでなく フラッシュカードデッキに単語やフレーズを追加できるので後で勉強することもできますあなたの先輩である俺がどうやってたった10ヶ月でバイリングルになれたのでしょうか毎日ネイティブスピーカーと会話しました何かわからなかったら辞書を使いましたそれから出会ったネイティブスピーカーから聞いた話をフラッシュカードにしました最後にフラッシュカードを勉強するときは実際に使えそうなことだけをリハーサルしました 俺と同じようにバイリングルになりたいなら俺のアプリを使えばもっと簡単になりますあなたのためにカラーシステムでエンコードされたアメリカ英語辞書を作成しましたいつでもどこでも持ち込んで毎日カリフォルニアアメリカンアクセントを勉強できますリンクをクリックすると俺のアプリ or English HD 無料でダウンロードできますそうや無料やでそれだけでなく アプリをダウンロードするとわざか11日間でカリフォルニア人のように英語で話す方法っていう無料コースをお送りしますリンクをクリックして今すぐ English HD を入手してくださいすでに5000人がダウンロードしておりとっても気に入ってますアプリ内にはカラーシステムとカリフォルニアアクセントに関する素晴らしいコースが信じられないほどの低価格で提供されていますしかし 今日は俺のアプリ Aura English HD は無料でダウンロードできネイティブスピーカーのように話すことを目指すあなたの探究に無料で使用できます質問ありますかこの動画にコメントしてください iPhone を手に持ってますか ?If you want to sound like a Californian when you speak English, I'll see you inside the app!